はい、どうもハイボール師匠です。はい、違いますね。料理のおじさん、リュウジでした。はい、ということでですね、今回はですね、僕まだ一滴も飲んでないんですけども、至高シリーズ、至高のステーキです。ついに皆さん来ちゃいましたね。ステーキの焼き方、これをですね、ステーキの焼き方とともに僕が世界一うまいと思っているステーキソース、こちらをですね、作っていきたいと思います。はい、じゃあそれではですね、やっていきたいと思います。至高のステーキを作る上で一番大切なもの、皆さん何だか分かりますか？そうですね、至高のハイボールですね。ということでですね、今から至高のハイボールを作っていきたいと思います。これね、マジで僕が一番うまいと思ったハイボールをちょっと作ります。これね、前の職場でね、教えてもらったんですけど、氷を入れていきます。このハイボールね、作ったのがね、僕の前の職場の安彦さんっていう人が作ったんですけど、あまりにもみんなでうまいうまいって言って、とうとうね、彦ハイっていう名前がついたレシピなんですけども、これがですね、必ず必要なのがデュアーズなんですね。ちょっと安彦さんに許可取ってないけどね、これ大体ね、ここは2フィンガーぐらいで、ここにですね、そうだ、静かに注いでいきます。でね、ここも重要です。はい、必ず生のレモン用意してください。はい、八つ切りです。こんな感じでですね、皮を下にして絞ってください。この皮のね、プツプツあるじゃないですか。こっからですね、レモンの香りが、飛び出てですね、このハイボールが香り付けされるんですね。絞って全体にレモンの香りを移してですね、この、レモンは、入れていきます。で、気持ちかき混ぜます。すいません、マドラーがないので箸です。これですね、至高のハイボールが出来上がりました。ではいただこうと思います。うまっ、やっぱデュアーズだな。そして至高のハイボールを飲んで、自らが至高になっていきます。これで僕の下ごしらえができましたので、ステーキの下ごしらえをしていきたいと思います。ではですね、材料紹介いきます。牛肉です。ステーキ肉、今回は 200g ちょっとのそこそこ厚切りのサーロインを用意しました。まあ、これ ロース肉とかでも全然できるんですけども、今回はサーロインを使っていきます。和牛とかじゃなくていいです。僕は和牛はそのまま焼いたら柔らかくてうまいんですけど、今回は外国産のちょっと焼き方を違っちゃうと硬くなって美味しくなくなってしまうようなお肉をわざと選びました。これを使っていきます。牛脂です。牛を焼く用ですね。お野菜、今回ね、ガロニンも作ります。はい、付け合わせですね。人参適量ですね、3分の1ぐらいですかね。じゃがいも1/2個、ちっちゃめのじゃがいも半分にしたものです。ブロッコリーを切ったものを3つですね。はい、これをガロニとして使っていきます。はい、ガロニって付け合わせのことですからね。今回はステーキソースも作ります。至高のステーキソース、僕が一番うまいと思ってるオニオンステーキソースになるんですけども、これに使うのがニンニクと玉ねぎ4分の1個ですね。あとは調味料、まずですね、牛肉なんですけども、これはですね、常温に戻しておいてください。なぜかというと、中が冷たいと中に火が通らないので、室温で大丈夫ですね。室温に戻しておいてください。最初にね、ガロニンを作っていきます。はい、でガロニンなんですけど、人参とかだとこう半分に切って、どんなもんかな、まあ、こんなもんか。じゃがいもです。こんな感じ、まあ、乱切りですね。で、まずこの状態でちょっと水が欲しいので、パッパッと水を、あと僕の場合はここでも塩気をつけちゃいますので、ほんの2つまみぐらいの塩を入れてしまいます。はい、ラップします。はい、この状態でですね、1分半加熱します。ブロッコリーだけ茹で上がるタイミングがちょっと違うので、後入れします。で、その間にまずですね、こんな感じの器を用意してですね、玉ねぎすりおろします。こんな感じで限界まですりおろします。ちょっと残っちゃうんですけども、いい感じですりおろしました。ニンニクもね、入れちゃいます。じゃあここにですね、ニンニクももう一かけ分。ニンニクの量はお好みでいいんですけども、僕はニンニク効いたのすごい好きなので、入れちゃいます。もうステーキソースの調合もしちゃいます。まず醤油、大さじ1と半分です。はい、みりんです。1と半分です。はい、ここ重要です。さっき登場したデュアーズですね。なんと今回はステーキソースに入れます。このデュアーズの香りでですね、すごくね、高級感のあるソースなんですね。はい、これがね、大さじ1と半分ですね。はい、結構入れますね。旨味調味料を1、2、3、4振りですね。これね、よーく混ぜておきます。
うん、いい香りだ。1分半後の姿が、はい、まあまあ形も全然残ってる感じなんですけども、ここにですねブロッコリー入れます。なんで後から入れるかっていうと、ブロッコリーと、のこの根菜類のですね茹でる時間が違うからですね。はい、この状態で1分チンします。はい、とりあえずね、これはご家庭のレンジによって差が出ます。ちょっともう肉焼く時まで残ってないかもしれない。1分経ちましたね。中身どうなってるんでしょうか。あ、いい感じにね、色も出てます。で、この状態でですね火の通りを確認します。で、爪楊枝でちょっと、硬さを確認します。あ、もうね、じゃがいももう完全に火通ってますね。人参、はい、人参もスッと、火が通ってます。ブロッコリーもいい感じですね。この分量だと1分半ブロッコリーを加えて1分、これで簡単にガロニができます。まあ、さっきお塩振ったんですけども、ブロッコリー振ってなかったので、お塩を軽くお塩振ってオリーブオイルを少し振っておきます。さあ、絡めて、これはね、後で付け合わせとして使いますので、ラップしておきましょう。はい、お肉、はい、こちら、これね、うまそうなお肉ですね、これね、サーロインでございます。お肉の下処理なんですけども、まず最初に筋切りをしていきます。筋はですね、こういうとこですね、特にここは筋、もう見えるぐらいありますね、ここね。で、こういう脂身と赤身の境目に入ってるんですね。だからここを、こんな感じですね、トン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 、切っていきます。こんな感じで、あとね、こういうところも、あんまりね、やっちゃうとね、肉ボロボロになっちゃいますんで、まあ、2センチ間隔ぐらいですかね。裏面も、こんな感じで、裏面も筋切りをしていきます。こうすることによって、筋が残ってるとね、筋に引っ張られて、肉がね、縮んでしまうんですね。なので、こういった下処理をしていきます。まあ、ちょっと国産牛とかだとね、あんまりやんなくても柔らかいんですけども、今回は海外産のお肉ですので、こういう下処理を、ちょっと丁寧に。していきます。はい、ステーキソースを作っていきたいと思います。先ほど、合わせておいたステーキソース、こちらをですねギャッと、入れていきます。はい、ステーキを焼いた後にステーキソースを作るとこう時間に追われて慌てちゃうので、最初に煮ちゃいましょう。そうすると後から温めるの簡単です。火加減は、ね、中火、弱めの中火ぐらいで大丈夫です。ちょっと、ね、煮込んでいきます。玉ねぎは火が入ると甘みが出ますので、お砂糖とかは使わなくても大丈夫です。詰めるとね、大好きなアルコールもいい感じで飛んでですね、香りだけが残るんですね。はい、あ、すっごい芳醇な香りをおかずにして飲みます。皆さん、これが酒飲みの特権ですよ。で、ちょっと温まったら、ここにですねバターです。 10g 入れます。はい、最後にバターを加えることによってバターの香りも生かしたステーキソースします。はい、わ、これでいける。セカンドラップいきます。10年も、今日はね、バカルディさんの担当者さんも来てるんで、そんなんいいんですか。めっちゃいい匂いするんだけど。おすすめは、これはソーダだけでハイボールにするのがおすすめだって言われたんで、いざ尋常に。うまい。お肉に下味をつける。お塩、この肉の下味のお塩っていうのは正直ね、食卓塩で結構です。岩塩とか使う必要はありません。なぜかというとですね、岩塩と食卓塩の味は一緒だからです。じゃあなぜ岩塩があるのかっていうと、岩塩と食卓塩は結晶の形が違うんですね。だから、食べた時に味が違うんです。こういう肉に塩を染み込ませるような調理法の時に岩塩を使ってしまうと、結晶が、の形が変わってしまうので、肉の水分で岩塩を使うのは、肉に後で直接振りかけるときに岩塩を使ってます。こういう下味は食卓塩で十分でございます。胡椒も振っていきます。はい、まあ、胡椒はね、結構ね、使っていただいても構いません。はい、フライパンなんですけども、ご家庭には鉄のフライパンとかないと思うので、今回はテフロンパンでやります。家庭でできるステーキを今日は作っていきます。まあ、今回ね、牛脂を用意しました。牛脂で焼くと、これね、国産牛の牛脂なんですけども、国産牛の牛脂ってすごく美味しいんですよ。国産の牛脂の香りをつけることによって牛の脂の力をですね、増していきます。強めの中火で、フライパンを温めます。熱パワーが、感じてきたら、ここに牛脂を投入していきます。はい、
優勝ね、すぐで溶けますんでね。こちらにステーキ必ず常温にしたものですよ。で下味をつけてもございます。焼き付けます。ここからはね、僕は強火でやります。肉の厚さにもよるんですけど、今回は 1.5 センチぐらいの厚さになるので、それを考慮しながらやっていきます。でですね、今1分半ぐらいかな、はい、大丈夫、こんな感じですね。まあ、別に裏技ではないんですけども、このままだとまだね、中はね、結構レアなんですね、はい、なのでここにですね、肉置きまして、で、アルミホイルで包んでおきます。で、できたらですね、タオルで包んでおきましょう。これで保温して、中まで火を通していきます。で、ここにですね、肉の旨味がめっちゃ詰まってるんです。さっき作ったステーキソース、これをね、少し入れてっていきましょう。このソースを炒めながら、この旨味をこそげていく。最高だ。はい、それでは盛り付けていきましょう。今回は温めた鉄板を用意しました。まあ、別に普通のお皿でも大丈夫です。ここにですね、先ほどのガロニをちょっと盛り付けていきます。はい、ね、めちゃめちゃ熱いのが分かると思うんですけども、アルミホイルに包んでおいた牛肉取り出します。これですね、はい、いい感じになってますね。味わってますね。でここにですね、彩りでパセリを少し振ってあげれば、こしょうも少し最後に入れましょう。はい、そうしましたら、シコのステーキ&ステーキソースの完成です。ではですね、早速食べていきたいと思います。このミディアムレア感、いただきます。前に決まってるだろう。もう最高ですね。これね、ステーキソース、これがですね、もう僕も大満足の出来です。これは肉も筋切りしたおかげか非常に柔らかい。レンチンしたガロニもいただきましょう。ソースはね、たっぷりめに作ったんで、ガロニにつけていただいて召し上がっていただいて大丈夫です。うん、うまっ。究極の贅沢じゃないかな、これ。何も言うことありません。うますぎます。このステーキソースは本当みんな作ってしまう。デュアーズのこの香りがですね、すごく活かされてますね。はい、本当にお店仕込みのバフオニオンソースになってるんで、すげえ贅沢だと思うんだよね、これね。デュアーズでソース作って、デュアーズで飲んでるわけでしょ。これはね、料理を作る酒飲みの特権なんですよ、これって。多分デュアーズでソース作ってますっていうお店はあんまりないと思うんですね。だけど自分で作ればそれも全然可能なんですよ。ウイスキーの芳醇な香るソースとデュアーズハイボールを合わせてご覧なさいな。ぜひね、皆さんとこの高揚感を分かち合いたいと思いまして、マジで止まらん。これはね、本当にぜひやってみてください。これ以上の高揚感が得られるのかなっていうぐらい、この組み合わせ、食事もお酒も両方その組み合わせなの大事なんでね。デュアーズを使ったステーキソースとデュアーズハイボールが合わないわけがないんですよ。これ本当に本当に皆さんにやっていただきたいなっていうふうに思います。今日はこれで優勝していきますので、今日はどうもありがとうございました。今日の動画はいかがでしたでしょうか。僕はちょっといいレシピができすぎて、ちょっとできすぎ風になってしまっております。はい、ということでですね、今回ですね、デュアーさんのペアフード杯っていうのをやってるらしいんですよ。それに投稿していただいて抽選になってしまうんですけども、僕のですね、もう欲しいかどうかわかんないんですけど、こんな感じのね、僕のサイン入りのデュアーズ12年、僕が今押してたやつですね、僕をこんなにさせたやつが当たります。
ですので、ぜひぜひ応募していただければなっていうふうに思います。